私はこの台で勝ってます。5月スロリセランキング。パチスロ株が毎日パチンコ店にいて勝てた。リセットパチスロ台をランキングで発表します。スマスロ北斗の拳。リセット期待値150ゲームから約2400円。学訓判別できない。有力感判別できない。リセット台の天井狙いがかなり甘く。全リセ点で大量導入点ならこれが一番勝てる。期待値サイトは結構ありますが、個人的な実践や信頼できるサイトだとこの期待値参考にしてます。おそらく今の北斗の設置の稼働率なら全第1にする店舗ばかりではないはず。店舗のライバル度合いにはよるが、200ゲームなら打ってもいいんじゃないかな。ちなみにリセット台の広角狙いは約15ゲームまで演出制御されてるので狙えないと判断しました。幼女戦記。リセット期待値500円。学訓判別、できない。有力感判別、できない。朝一はとりあえず幼女戦記から攻めます。やはり AT に入った時の恩恵がでかく、突入率は低いが、期待値的には一番いいんじゃないかな。ライバルが多くいる店ならば、モンハンや盾の勇者、打ってからでもいいかも。アナザーゴッドハーです。リセット期待値500円。学訓判別、できない。有力感判別、できない。リセット台の一部で引き戻し、ゾーンや本全長に滞在している可能性がある。リセット調査した時は割と狙えると思ったが、本全長は結構低い確率かも。もし狙うなら他のリセット台、終わった後26ゲームまで打ち、手目が弱ければやめかな。早めに見切るなら10ゲーム回して奇数転敗が1回以下ならやめ。5月最初のスマスロ台、初代ゼニガタはリセット狙いもできたし、何かしら恩恵はありそうですね。導入も15000台でそこそこあるので、リセット台として期待してます。リセット台、狙いは割と充実してますが、やはり神歩きできない店だときついが、北斗の拳はリセット台の天井狙いなので、今一番狙える状態です。今は北斗のリセット台をどれだけ打てるか。ここにリセット台の期待値が詰まっている。ブログにはさらに詳しく公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。